はい、こんにちは。主演を務めさせていただきました安西瑞穂役の田中芽衣です。本日はお越しいただきありがとうございます。最後まで楽しんでみてください。お願いします。ありがとうございます。飯島ひろきです。公開が4日ということで、ちょっと早くの、完成披露上映ということで、早く見ていただくのが本当に楽しみで仕方ありませんでした。ぜひ SNS 等で、感想を言っていただけたらなと思います。本日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。飯島さんはすごく私はまずこのキャストの他のキャストの方が決まった時に、まあ、お名前だけいただいてお会いしたことなかったので、まあ、検索するじゃないですか。すごくクールな方が来るのかなって思っていたら、初めましての時からほんわかしてて、あ、どうもみたいな感じで、すごく気さくで、撮影の合間とかもすごい何でもない話もたくさんしましたよね。そうですね、うん、だけどやっぱお芝居ってとても先輩なので、自分が瑞穂として分からなくなった時に飯島さんにこの時はどう思いますかねとかっていう相談をさせていただいたり、その時はね、ほんわかじゃなくてきちんとこれはこうだと思うよって言ってくださったりしたのがとても助けられました。ありがとうございます。嬉しいです。僕はクールに立ち回ってたつもりなんですが、クールではなかったかも。だそうです。優しいお兄さんなイメージだったでしょうかね。優しいお兄さんでした。そうですか。では田中さんから改めてお願いします。はい、この作品はそのメインの2人があまり話さないというところもあって、2人のやっぱ空気感だったり表情をとってもじっくり観察してほしいなって思いますし、なんかコメディ要素とかもね、実は少し入ってたりするので、いろんな要素をこういろんな要素が好きな方が見れる映画だと思うので、ぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。では飯島さんお願いします。はい、本当にいろんな登場人物が出てきて、各々みんな若い世代の目標だったりとか、その中にある大きな壁だったりとかっていうのを各々がやっぱストーリーを描いているので、もちろん僕も見てほしいし、主人公の三つも見てほしいんですけど、でもなんか見る方によって違う視点で、見る回数によってなんかこっちで見るとそうなんだなっていう。で、僕はその田代を突っ走ったわけですけど、でも自分演じる中でもなんかこう見せたら面白いかなっていう、ちょっと演出普段と真逆のことをやったりとかっていう、そういういろんな楽しみ方があるので、そういったところをぜひ注目して楽しんでもらえたらなと、思います。冒頭に言いましたけど、 SNS もつぶやいてくれたら嬉しいです。飯島でした。ありがとうございます。ありがとうございます。